100万寄付したんです、ね、えっ、ー、と、あの、先日、その赤十字のウクライナの人道支援的なやつに100万円寄付したんですけど、あの、元々なんか、あの、切り抜きとか探していただければ分かると思うんですけど、あの、僕、その、ウクライナに寄付はしない方向で考えてたんですよね、もともと。多分に、んと、去年の初めの頃にそんな話をしたと思うんですけど、 まあ、その、ロシアとウクライナというのが戦争をしていて、で、その、ウクライナが明らかにその、まあ、その被害者側で、ロシアがひどいことをしているという構造ではあるんですけど、とはいえ、そのひどいことをしたプーチン大統領は別にあの、まあ死ぬわけではなくて、で、死ぬのはそのロシアの兵士とウクライナの国民だったりするので、なので、なんかその、お金を払ってウクライナとロシアの戦争が継続するということに支援するのはいかがなものかなというので、寄付をしないようにしようと思っていたんですが、 あの、なんか、終わらなそうなんですよね。あの、ロシアとウクライナの戦争が。その、もともと1年ぐらいで終わるんじゃないかみたいな言われてたんですけど、あの、今のところ、その、ロシアの方が電を上げる感じが全くなく、で、その、経済制裁をいろいろ、その、西側がやったものの、ロシアとしてはそのままいけますよと。で、エネルギーに関しても、ロシアは割とちゃんとその、保てているので、なので、あの、ま、たぶプーチン大統領の健康問題とかで、 ウーチン大統領を失脚するとかでもない限りはなかなか長く続いちゃいそうなんですよね。で、その、ウクライナがその、ウクライナのその国土を守るということに関してはある程度まあ頑張れるんですけど、ただじゃあその、ロシアまでその、今までその、ロシアが抑えてる部分を全部取り返して、さらにロシアがじゃあその、停戦もしくはやめるわっていうぐらい、ロシア側にダメージを与えられるかっていうと、まあ結構きついので長く続いちゃいそうなんですよね。 っていうのもあってどうなのかなと思っていたところを、たまたまなんかあの、こう、10万円寄付したぜっていうのを生きりながら書いてるっていうのが、すげえ面白かったので、あの、こう、それに対して、こうこ、う嫌みったらしく、こう、生きってる皆さん見てますかみたいな感じで、こう、100万円の寄付をしたっていうのです。はい。あと、PC の寄付もそろそろやる予定です。